皆さん、本当にこんな蒸し暑い中、これだけ多くの皆さんにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。日本一周の会共同代表の橋本です。よろしくお願いします。まあ今僕はね、日本国内からも、まあ、海外からも、まあ、とにかく批判を受けていますんで、なんでこういう風になったのかっていうのをね、ちょっと皆さんにもきちんと説明をさせてもらいながら、ただどうしても名古屋の皆さんにご理解いただきたいのは、自民党がこのまま圧勝すれば日本の経済危なくなります。圧勝すればですよ。これなぜなのかということをきちんと皆さんに説明をさせてもらいたいと思うんです。僕はですね、アベノミクスの第1の矢、第2の矢で株価が今上がっていること、これは認めます。なんとなく日本国全体がね、景気が良くなるんじゃないかな、明るい気分になってる、このことも認めます。まあ、どうしようもないのは民主党をはじめね、もう万年野党の人たちですよ。まあ、民主党はこの間まで政権与党だったんですけど、野党になるとね、何でもかんでも自民党に対して反対ばっかりを言うんです。だからこのアベノミクス第1の矢、第2の矢で株価が上がったことについてもね、いろいろ難癖をつけてますよ。それはね、政治の判断なんていうのはある意味リスクを取らなきゃいけない。だってついこの間まで民主党政権の時なんていうのは景気はもうどん底に悪かった。それをこのように株価を上げようと思えば、多少リスクのあることをやらなきゃいけないんです。そうしたらね、今民主党、自分たちが政権与党の時にやりゃよかったのに、別にここまで株価上げることをね、民主党はやらなかったのにね、安倍政権がこうやって株価を上げたら、いろんな難癖をつけてますね、民主党は。確かにね、金利が上昇するリスクはある、生活のね、いろんな消費の物品の値段が上がる可能性もある、まあ、いろいろあるけれども、でも確実にこれまでの日本の不景気な状態からちょっと明るくなったことはこれ間違いないんです。日本維新の会はね、何でも反対の万年野党とは違います。認めるところは認める、評価するところは評価する、だから株価が上がっているところまでは認めますが、実は皆さん、アベノミクスというのは第1の矢、第2の矢で株価は上げましたが、次が重要なんです。第3の矢、僕はね、ある意味ここに期待をしていた。安倍首相が本当の意味での第3の矢を出したんであれば、日本維新の会はまあこれ協力してもいいかなと思ってたんです。ところがやっぱり自民党、本気の改革はできない政党だっていうのがよく分かりました。アベノミクスのね、第3の矢で重要なことは日本の競争力を高めること、それから社会保障の制度を安定させること、もうこれに尽きるんです。この話はね、もう政治家が10年も20年も同じ議論をやってきました。でも結局できなかった。この20年間、日本の競争力を上げる、社会保障を安定させる、この2つでいいんです、政治家がやるのは。じゃあ日本の競争力を上げるためにはどうしたらいいのか、これもやること決まってるんですよ。今までの政治家がみんな言ってきたし、民主党政権も言ってきた、自民党もかつて言ってきた。例えばですよ、農業の分野、農業を成長させようなんていうのはみんな言ってます。だからいろんなことをやってきた、こんな政策がいい、あんな政策がいいとやってきた。ところが日本の農業成長しましたか？衰退するばかりですよ。だってこれは肝心なことをやらないから。肝心なことは何かといえば、農業協同組合の抜本的な改革なんです。農協の改革ですよ。これ農協はね、今地域独占体制で、まあある意味既得権なんです。電力会社と同じなんです。切磋琢磨競争環境にない。農協ってものを抜本的に改革をする。また農協っていうのは特殊でね、お金を貸す銀行と同じような部門も持ってるんです。金融部門と、それからこの事業部門、こういうものもきちんと切り分けていく。こんな当たり前のこと、今までの政治家はできなかった。なぜかといえば、自民党をはじめ普通の政党は農協の票を当てにしてるからですよ。農協にそっぽ向かれたら当選するかどうかわからなくなる。だから農協に対して何も言えない。十何年以来農協の改革、誰も政治家はやってこなかった。
それを農業を成長させる、成長させるって補助金のばらまきみたいな話ばっかりをするわけですね。例えば日本の医療を成長させましょう、日本の医療保険もう財政破綻だから保険の改革をしましょう、この十何年来ずっと言われてきた。しかし政治はできないんです。どのようなことをやるかはもう決まってる。公的な保険、皆さんが保険証を持って病院に行きますよね。あの公的保険と、それから自由診療、歯医者さんなんか行くと保険証使えませんよって言われる治療ありますよね。保険診療と自由診療を組み合わせる混合診療、これをもうやらなきゃいけないんです。もう10年以上みんな言ってた。でこれやろうってみんなが言ってるんです。しかし政治家は踏み切れません。なぜかといえば日本医師会が猛反対してるからです。今までの政治家、自民党もどの政党も日本医師会の票がなければ当選できないと思って日本医師会に配慮するばかりで、この混合診療というね、保険診療と自由診療を組み合わせる診療、この抜本的な改革、これ踏み出すことができなかったんです。外国人観光客をね、2030年までに3000万人日本に呼び込むんですって。それは結構ですよ。今800万人、どうやって2200万人まで増やすのか、やること決まってるんです。もう10年以上議論されてきた、たった一つの大改革といいますかね、大方針、カジノの解禁なんです。これしかないんですよ。東アジアではみんなカジノやってね、これもカジノといっても昔のようにあの腹巻きした人がですよ、壺の中にサイコロ入れてこう振るようなあんなやつじゃないですよ。博打じゃないんです。これはシンガポールなんかでも全部そうですけどもね、ものすごい綺麗なホテルに、そこに博物館美術館つけてね、それから巨大なショッピングモールつけて、そのわずか敷地面積 1% か 2% のところに綺麗な社交場、本当に大人が遊べる社交場、そのようなものをつける。これがね、統合型リゾートという、まあ、いわゆるカジノと言われてるやつなんです。こんなの日本にないもんだから、みんな日本のお金持ってる人、遊びたい人、外国でお金持って遊びたい人、日本を通り過ぎてシンガポールだとか香港だとか、あっちの方で遊んじゃってるわけですよ。カジノの解禁、これは外国人観光客を呼び込むためにはこれしかない。でもこれ政治家は言えない、やれなかった。なぜかといえば選挙前にそれ言ったらね、国民の多くの皆さんに反対される恐れがある、怖いと思ってるんですね。選挙で負ける可能性をね、怖がってるんですよ。まあ、やらなきゃいけません、カジノの解禁。まあね、日本で今やらなきゃいけないことなんていうのは決まってるのに、今までの政治家は選挙を恐れてそれを言わない、改革を言わない、これが今までの政治なんです。批判を恐れて、反論を恐れて、選挙を恐れて、本気の改革なんかできるわけないんです。日本の競争力を高めるためにはね、いろんな既得権を持った団体が反対してきますよ。しかしそれにもめげずね、突き進んでいかないと日本なんか変わりません。日本の競争力を高めることと、もう一つ重要なこと、先ほども言いましたが社会保障の改革です。医療、年金、介護、これも抜本的な見直しをしないと、僕らのような現役世代、もっと若い世代、将来に不安を抱えたまんまだったらね、お金を使えませんよ、消費は増えません。今みんな将来老後に不安を抱えているんです。医療、年金、介護、抜本的に改革しなければいけないなんていうのは、これまでの政治家も政党もみんな言ってきた。十何年来みんなね、議論をしてきた。でもできないんです。なぜかといえば社会保障の改革なんてやること一つなんですもん。国民の皆さんに負担を求める、国民の皆さんに負担を分かち合ってもらう、これしかないんです。お金は天から降ってきません。社会保障は支え合い、お金が足りないんだったらみんなで負担する、負担が嫌だったら給付を下げる、これしかないのに、今までの政治家は国民の皆さん負担はいいですよ、給付はどん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 やりますよ、サービスはどんどん上げますよ、こんなの持つわけないじゃないですか。例えば医療費について、70歳から74歳の方は本来病院の窓口では2割お金を払ってもらわなければいけません。2割負担なんです。僕ら現役世代は3割負担、75歳以上の方は1割負担、70歳から74歳の方は2割負担していただかなければいけないんですが、今2200億円の税金を突っ込んで70から74歳の方1割負担になってるんです。これ早くね2割に上げないと、毎年2200億円の税金があればね、
子どもたちに、小学生に、中学生にタブレットパソコンをみんな配って、世界最高水準の教育環境を整えることができるんです。70歳から74歳の方、原則に戻って2割の負担をお願いしますよ。政治家も言わなきゃいけないのに、どの政党もどの政治家も言わない。安倍首相も党首討論では逃げて、適切な時期に判断しますというふうに言ってるんです。僕らはもうすぐに70歳から74歳の方、2割負担お願いしますよってことを言ってます。それから年金もね、我々の、まあ、僕この間44歳になったんですけど、40歳ぐらいの世代、我々よりももっと若い世代、まあ、若い世代のお兄さんお姉さんいるから大変言いにくいこと恐縮ですけどもね、我々より若い世代は年金もらえる年、65歳よりも段階的に引き上げていかなきゃいけないですよ。しょうがない。今年金もらってる人たちは、まあそれはそのままで結構です。今急に変えるって言ったらおかしくなるから。これから5年後、10年後に年金をもらう人たちも、それも急に変えるわけにはいかない。しかし、40代前半のようにね、まだ20年ぐらいある、65歳まで20年あるような世代は、もっと若い世代は、年金もらえる年は68歳、いや69歳、70歳、上げていかないと、これは仕方がないんです。なぜかといえば、年金ができた1960年当時から、今の時代、平均寿命が15年以上伸びたんですから、長生きするようになったんですよ、僕らの世代は。ありがたいことに長生きできるんだったら、頑張れるところまで自分で頑張って働いて、引退してから年金をもらう、この当たり前のことをやらないとね、年金なんか持ちませんよ。しかしこんなこと、どの政党も政治家も言えません。国民全員を敵に回しますから。でもね、日本にとって必要なことは言いました。日本の競争力を高めることと社会保障を安定させること。競争力を高めようと思ったら既得権を打ち破らなきゃいけない。社会保障を安定させようと思ったら、国民の皆さんに正直にお話をして負担を求めなければいけない。やることといったらこの2つなんです。これがアベノミクスの第3の矢の核心なんです。ところが自民党の公約見てください。一切何も触れておりません。選挙で不利になるようなことは全部隠しました。憲法の改正もあれだけ自民党は威勢よく言ってたのに、世論調査をやったらどうも人気が良くない。そしたらもう言わなくなっちゃった。同州制自民党はやるやるって言ってたのに、どうも評判が悪いと思ったらそれも引っ込めてしまった。こんな政党に改革なんかできるわけないですよ。慰安婦問題についてね、僕の発言でいろいろ誤解を生じたところあるかと思いますが、あれは朝日新聞や毎日新聞をはじめメディアの誤報ですから、これだけ言っときます。僕はね、かつての日本兵が慰安婦を利用したことを正当化したこともなければ、容認したこともありません。日本は謝らなければいけないことはある。過ちは認める、反省はしなければいけない。二度と同じ過ちは繰り返してはならないということを前提に、それでも世界各国から事実と違うことを言われれば、それについては反論しますよ。不当な侮辱を受けたらそれについては抗議をしますよ、という、そういうことを僕は言ったんです。例えば慰安婦の利用についてはね、これは間違ってた、やってはいけない、二度と過ちは繰り返してはいけない。でも世界各国は何と言ってるか、ナチスドイツのね、ユダヤ人大虐殺のホロコーストと同じだと言ってるんです。慰安婦を利用したことは悪いけれども、事実は本当にそうなんですか。我々はホロコーストと同じようなことをやったのかどうなのか、ここは事実はちゃんとはっきりさせましょうよと言ったんです。それからね、世界各国の軍が戦争当時ですよ、あってはならないけれども、戦地においてイギリス軍もアメリカ軍もドイツ軍もフランス軍も、第二次世界大戦以後の朝鮮戦争やベトナム戦争では韓国軍も、あってはならないけれども戦地において女性を利用していたという事実がある。そのような事実をね、アメリカやイギリスだってあなたたちちゃんと反省してるんですか。日本も反省するけども、日本も過ちを認めるけれども、あなたたちだって過去大変なことをやってたでしょうと、日本の女性を利用してたでしょう、なんでそれをね言っちゃいけないんですか。これを言った途端に、まあ日本のメディアでコメンテーターはね、波風立てるな、国際社会で批判を受けるようなことをするな、アメリカから文句を言われるようなことをやるな、日米同盟に傷がつく、みんなこう言ってきまして、そしたら黙ってたらいいんですか。日本の政治家はね、黙りすぎ。
国内においては威勢のいいことを言っておきながら、外国にキャンと言われたらみんなシュンとしてしまう。慰安婦の問題だって僕は正当化したこともなければ、これは容認したこともない。世界各国の軍が戦争当時女性を必要としていたのは事実ですよねと言ったら、朝日新聞や毎日新聞や他の新聞社が、世界各国の軍が戦争当時これ全部すっ飛ばして、橋本がそれを正当化した、必要としたってやられたんです。まあそれ今更言っても仕方ありませんけどもね、これはこうやって皆さんに訴えかけていきますよ。僕はね、謝るところは謝るし、反省するところは反省するけど、相手が外国であろうが何であろうが、事実と違うかったら事実と違う、それは不当な侮辱じゃないか、それは言っていきますよ。世界各国の軍だって、イギリスだってアメリカだって、過去悪いことをやってたんだったらあんたたちも悪いだろうと言っていきますよ。ところが自民党の政治家はね、僕よりももっと威勢のいいことを言ってたのに、僕がこのような状況になったらみんな口を閉ざしてしまった。一体日本は過去についてどうだったのか、みんな語らなくなりまして、大体ね、世界各国からちょっと言われてシュンとなってしまうような政治家に、日本国内において本気の改革なんかできるわけないんです。本当の改革をやろうと思ったらね、既得権を打ち破ろうと思ったら、すさまじい批判や反論はこれもう覚悟しなきゃいけませんよ。僕は大阪府知事、大阪市長、この5年間批判を受けない平穏な日々は一日たりともありません。連日連夜僕の周りではデモばっかり、今や大阪市役所に大阪市政始まって以来の9000件のやめろコールがかかってきたりと、あでも9000件のうちね、6000件ぐらいは共産党らしいですよ。あとの3000通のうち半分ぐらいはみんな応援メッセージもあった、まあ、共産党は僕のこともう大嫌いだから、まあ、いいとしても、今みたいな話もね、こうやって説明していけば徐々に徐々に僕は理解が深まって、理解をしていただけると僕は信じています。大阪の番組で視聴者1万人アンケート調査をしましたわね、番組で番組中のその視聴者アンケートを取ったら1万人のうちね、7800人の人が、あ、橋本そういうふうに言ってたんだったらそれは問題ないよねっていうふうに言ってくださいました。僕はやっぱり口が悪いし行儀も悪いから、いろいろ誤解を生むところはありますけどもね、繰り返し言いますけど、僕は慰安婦の利用を正当化したことはありません。反省はします。二度と過ちは繰り返さない、当たり前ですよ。ただ事実と違うことを言われて、なんで黙っておかなきゃいけないのか、不当な侮辱に対してなんで抗議をしないのか、今まで黙ってきて波風を立てなかった、そんな日本の政治が今のような手たらくな日本の状況にしたんじゃないですか。謝るところは謝って、主張するところは主張していく、これがね、世界に対してもそうだけれども日本国内においてもやらなきゃいけないんです。選挙前に批判を恐れて、反論を恐れて、票を恐れて、そんなことで全部蓋をしてしまうような政治に未来はありません。日本維新の会、どこの既得権からも票はもらわずに、まあある意味で、ね、本当に自分たちの力だけでやってきたがゆえに、だから国民国家のためにね、必要な改革はやり抜くだけの自信はあります。日本の競争力を高めるために、皆さんとは無縁の、まさに既得権を打ち壊していく、もっと切磋琢磨する、競争力の強い世界各国からもね、ああ日本にはこれはかなわないなっていうような日本を作るためには、まあのんのんとしてるあの既得権、あれを本当に全部打ち破っていかなきゃいけませんよ。大阪ではそれをやってきました。大阪ではね、選挙を恐れず、批判を恐れず、それをやり抜いてきた自信があります。日本維新の会、今度は日本においてね、日本のこの国において同じようなことをやるために、批判を恐れず、反論を恐れず、選挙を恐れず、まさに皆さんと一緒に改革をやり抜いていきたいんです。今みんなの党、ちょっと背中が見えてきました。まあちょっと出だし近藤さん遅かったんでね、今ちょっとまだ厳しいですよ。でも愛知の皆さんね、やっぱり既得権にノー、社会保障についてはみんなで負担を分かち合おう、日本を強くしていこう、だから国民みんなで汗をかいていこう、そういう意思表示をするためにも近藤さんを押し上げてくださいよ。自民党の公約、選挙前に一度ホームページで見てください。皆さんが見て、ものすごい気持ちのいいことばっかり書いてますよ。本当にそれが実現できるんだったら、僕は自民党政権でも結構です。でもね、あの数字を達成させるためには、自民党が票をもらってるいろんな団体に対して、その団体が嫌がることをガン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 やらなきゃいけない。社会保障についても、
国民の皆さんからいろんな反対論が出るようなことについてガンガン改革をやらなきゃいけない。数字だけは出している自民党の公約、本気の改革をやらなかったらバブルが弾けて日本は大変なことになります。これが今日僕が愛知の皆さん、名古屋の皆さんにぜひ言いたかったことです。日本維新の会、とにかく批判を恐れず、反論を恐れず、選挙を恐れず、近藤さんと一生懸命頑張っていきますのでね、どうか皆さん票を集めてください。よろしくお願い申し上げます。